皆さんたちに本当に応援をしていただいて、心から国会に戻してください。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございます。福島みずほ危うしで本当に厳しいです。一人当選するのに120万票最低必要です。党名個人名合わせて120万票必要なんですね。3年前は125万票で一人当選でした。ですからちょっとでもかける115万票とかなればもう当選できないんですね。その意味で白票不合思いというか厳しい選挙です。ですからここにいらっしゃる全ての皆さんに本当にお願いです。今日例えばお友達や知り合いに本当に働きかけていただきたい。そしてそのことがまた社会運動になっていくようなそんな形になればというふうに心から思っています。でも皆さん、私は選挙戦はとても厳しく、こんなに地べた選挙をやったのも初めてなんですね。今回ずんずん福島みずほ凱旋って言って過酷なる18日間、本当に一緒に戦いました。ありがとうございます。でこのずんずん隊はですね、なんかちょっと変な話になって最終話しくずんずん隊は伸縮自在でですね、一駅来る人とか一箇所だけ来る人とかで、また飛び入りで発言する人とか伸縮自在で、過酷だけれどもとっても楽しい街頭演説でした。で街宣車の上から目線で話すことや、あるいは街宣車から手を振るだけではなくて、直接地べたでチラシを配る、そう何か話しかけてくる人がいたり、話したい人がいて訴えてくるんですよね。そういう触れ合いをたくさんこの18日間やれることができて、それも本当に良かったなと思っています。ありがとうございます。で皆さんに心からお願いです。私は安倍総理の憲法改悪をやっぱり止めたいんですね。70年間戦争を少なくとも海外でやらなかった国、解釈改憲でも耐え難いのに、今もう明文改憲をしようとしている。そして戦争だけではありません。基本的人権は公益及び公の秩序によって制限できるってなるように、基本的人権が紙くずのようになってしまいます。私は自由や本当に民主主義がない社会で住みたいとは思っていません。ただ政治の状況はとっても厳しいんですが、でも私自身はたくさんの元気と希望を実はたくさんの人にもらっています。今日ここに一緒にいてくださる皆さんがまさにそうですし、東南口でいろいろスピーチをしてくださった皆さんもその通りです。来れないけれども応援してくれているたくさんの皆さんたちがいる。私は実はシールズの民主主義ってなんだこれだっていうのにすごく触発を受けました。国会の中だけに民主主義があるのではなくて、民主主義はここにある、私たちの手の中に、思いの中に、行動の中にある。それを思っていれば決して辛くないというふうに思っています。ですからこの選挙活動が単なる選挙活動に終わらずに、今地殻変動が明確に起きている、人任せにはしない、自分たちが主人公で主役で自分たちがまさに希望を作るんだと思う一人一人の皆さんとしっかりネットワークを作り、この地殻変動の中で私は新しい社会運動、新しい未来を、新しい希望を皆さんたちと作っていきたいと思っています。で国会の中で、参議院の中で私の事務所が、3分の1以上借りてるんですよね。毎日毎日毎日たくさんの人たちとほぼ毎日行政交渉をしてきました。私は市民の政策直行便を18年前に掲げて議員になりました。思いは変わりません。
皆さんたちの市民との直行便を都会の中でやり続けさせてください。国会に送ってください。国会にどうか送ってください。どうか送ってください。どうか送ってください。そしてそれがみんなのネットワークと新しい運動になっていくように私は頑張りたいんです。どうか国会に必ず送ってください。国会に必ず送ってください。よろしくお願いいたします。リーズの方、リーズの方、皆様リーズの方、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 ネットでは水野今回比例区より質問をしております。2枚目の市民投票用紙、市民投票用紙にぜひ水野が水野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 やることになったんだよって言ったら、って顔されました。でも毎日ね、父に言ったんです。みずほさんのところにね、時給800、600円で働いてた。